トーマス・ドゥーリーは西ドイツ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元アメリカが州国代表。選手時代のポジションは MF、DF であったが、当初は FW であった。アメリカ陸軍に所属する父とドイツ人の母の間に1961年に生まれた。1981年にアマチュアの FK、ピルマゼンスにフォワードとして加入した。 1984年には3部の FC ホンブルクに移籍し、ミッドフィールダーに転じた。ホンブルクは、好調な成績を収め、ブンデスリーガにまで上り詰めた。1988年に 1FC カイザースラウテルに移籍し、1990年に DFB ポカールを制覇、1991年にはブンデスリーガを制覇した。 1994フィーファワールドカップ後には、バイエル・エバークーゼンに移籍、翌年に、シャルケ・レイヨンに移籍し、UEFA カップ1996から97を制した。1996から97、シーズン終了後メジャーリーグサッカーのコロンバス・クルーに移籍。3シーズン在籍し、MLS ベストブンに1997年、1998年と、 連続して選出された。2000年にはマイクル・ファニーとの交換でメトロスターズに移籍、ローター・マテウスの米国適応のサポート役ともなった。メトロスターズには1年在籍し、同年マテウスと共に現役引退した。1994フィーファワールドカップを自国開催するに際してアメリカ合衆国代表が海外でプレーしていて、 アメリカ合衆国代表になる資格を持っている選手を探していた中で彼は発見された。1992年に米国籍を取得した彼は同年5月30日のアイルランド共和国代表戦で早速代表初出場を飾った。即座に代表に定着した彼は翌1993年には US サッカーアスリートオブザイヤーを獲得。 1994FIFA ワールドカップの全試合にフル出場した。ジョン・ハークスが代表を知するようになると彼の代わりにキャプテンマークを巻くようになり、1998FIFA ワールドカップには首相として臨み、全試合でスターティングメンバーに名を連ねた。1999年2月21日のチリ代表との親善試合が送別試合となり、 合計81試合7得点の結果を代表で残した。選手引退後はドイツに戻り、1FC ザールブリュッケンの監督を2002年から翌2003年にかけて務めた。2011年8月10日に行われたアメリカ合衆国代表対メキシコ代表戦では、米国代表のユルゲン・クリンスマン監督の下、アシスタントコーチを務めた。トーマス・ドゥーリー。 フィリピン代表マネージャーのダンパラミ、植物育成機関職員と、フィリピン農業水天然資源、研究開発協議会の職員との一枚。2014年2月には1年契約で、フィリピンサッカー連盟と契約し、フィリピン代表監督に就任。ウイジンは、マレーシア代表との親善試合で、スコアレスドローに終わった。その数日後には、 アゼルバイジャン代表と一戦交えたが惜しくも1から0で敗戦。監督就任後初勝利は、その後カタールで行われたネパール代表戦となり、この試合は3から0の勝利となった。代表マネージャーのダンパラミは、彼の就任後数試合を見て、出場するメンバーの試合に対する、より良い理解を促している上に、控えの選手にもスター選手がいない時に機会を与えていると称えた。 彼は、フィリピン代表選手は、スター選手がいなくとも、ステップアップできるシステムを敷いた、ドゥーリーの下で、各々のポジションで与えられた役割を、よりよく理解するようになった。と述べた。2018FIFA ワールドカップアジア二次予選では、バーレーン代表に2-1で敗れる船出となった。しかし、朝鮮民主主義人民共和国代表相手に3から2の勝利をもたらし、 下馬票を覆した功績から契約が2年延長された。ありがとうございます。